牧陽子が意識不明になった理由はハリウッドザコ師匠の誇張モノマネのせいだと言われている。元ネタのインスタライブで牧陽子が発した理解不明な言葉をザコシ流に誇張したワード、金婚冠婚が一時 X でトレンド入りした。 X 民は牧陽子、松井和代以来の逸材と称している。ちなみにザコシのレパートリーには松井和代の誇張モノマネもある。しかし今回の金婚冠婚は不適切な表現とされ、動画は所属事務所により非公開とされた。直後の生出演となった R1 で霜降り明星のせいやに謝ってくださいと言われたが、何言うてんねん、生放送やでと言い放ち謝らなかった。一方ザコシの誇張した福山雅治をセルフカバーした福山雅治は好感度が爆上がりしている。この一連のことの元凶は牧陽子のエアガン発砲事件である。エアガンを発砲された相手はプラスマイナスイワハシ。